イーストゴルフスクールの中村香織です。突然ですが、これからプロが無意識に行っている動作シリーズっていうのをお送りしたいと思います。それではスタート。第1弾はグリップの話をしたいと思います。まあグリップっていうよりかは、どう握るか、どう持つかっていうところをちょっと今日お話ししたいと思うんですけれども、まあ、まずグリップっていろんな種類ありますよね。私なんかはこういうインターロッキングって言って、こう指をこうクロスするグリップなんですけれども、まあ、オーバーラッピングだったり、ちょっとこうベースボールグリップだったり、まあ、いろんな種類があるんですけれども、正直まあこれはどういうふうに握っていただいても構いません。何でもいい。もうご自身の中で、まあ、握りやすいとか、なんとなくこう振りやすそうだなっていうふうなものを選択していただいて構いません。で、それよりももっと大事なこと、まあ、このシリーズでいう、こう無意識にプロがやってる動きとか、まあ、動作、動きだったり、まあ、やってることっていうのをちょっとこう探っていきたいんですけれども、まずプロはクラブを持ってません。持ってないって何ぞやって話ですよね。で、その、まあ、持ってるじゃん、見たら持ってるじゃんってなると思うんですけれども、プロはクラブを支えてるだけです。クラブを持ってる、持つっていうと割とその手のひらとか指先全部でクラブをギュッと握る、まあ、その力を入れる入れないっていうのも一回も置いといて、その手でグリップをしてる、グリップを握ってる感覚なんですけれども、そうじゃなくって支えてるだけなんですよね。だからよくよく見ると、これ本当にこう見えづらいんですが、これ左手が加わってるので分からないんですけれども、スイングの中でこの手の中でゴルフのこうクラブがすごく動くっていうのが普通なんです、プロの中では。でもこれはアマチュアの方はなかなか気づかないことだったり、まあ、プロ自身も気づいてないからそういう言葉に、そういうことを言葉にしてないんですけれども、よくよく見るとこういうふうに、同じ、これアマチュアの人の動き、こういうふうにクラブを持つっていう、ずっと持ってるっていう動作はアマチュアの人はしてません。あ、アマチュアの人はしてます、プロはしてない。グリップの中で、手のひらの中でクラブっていうのはものすごく動いてます。そう、これをまずは一回怖がらないでちょっとやってみてほしいです。で、これね、まあ、分かりにくいってなんでかっていうと、左手がこういうふうに、まあ、正面から見ると左手が前にあるので、右手がどういうふうに握られてるのか支えてるのかっていうのが見えないから分からないんですけれども、これパッと離してみるとこれぐらい離れてます。私で言うと、もっとやってる人もいます。これぐらい。で、まあもうちょっと手首のこう結構柔らかい人なんか言ったらちょっとこう持ってる。でも、まあ、支えてるだけなんですよね。だからそこからこう逆算していった時に、クラブっていうのは持つんじゃなくて、なんとなく支えてる。支えてる状態だからこそ、引っ掛けてるっていう方がまあ合ってるかな、引っ掛けてる状態、指先で引っ掛けてるからこそ手の中でクラブっていうのは動いてくるんですよね。手の中でクラブが動かせるっていうのは、こういうグリップ、ゴルフのクラブを握る手っていうのは本当に指先でこう支えてるだけ。まあ、ちょっとこう、この手の腹っていうのが少しこう、支え感は少し出てきます。でも、持つっていうのではない。
ちょっと支えてる。その中でグリップが手の中でしっかり動いてくる。これがあるからこそクラブがしっかり振れる状態っていうのが作れるんですよね。なので、これはもうやっぱプロ自身もまず気づいてない、私自身も気づいてなくて、言われて初めて気づいた。確かに見てみるとこれぐらいやってるな。プロ、これを見てるプロの方もちょっとご自身の手の動き見てもらいたいんですけど、多分こうやってやってる人いないです。だからこうやってなってるからこそアーリーリリースだったりとか、こう外から入ってしまうっていう動作にどうしてもなってしまうんですよね。だからまずクラブを手の中で自由に遊ばせてみる。その中で遊べるグリップっていうのがその人の中での最適なグリップです。だからまず最初に形を決めないっていうことを、ちょっとなんとなく念頭に置いてやってみていただけると結構新しい発見があると思います。ぜひぜひご自身のグリップをちょっとチェックしてみて、動きがしっかり出てるのかなっていうのを確認してみてください。